RPG。 さあ今週も始まりました Radio KG、 皆さんいかがお過ごしでしょうか。どうもどうもどうも KG です。 What's up everybody、ニューアルバムギフトリリースから3週間経ちました。皆さん聞いていただいてますでしょうか。まあこのねリリースの後3週間の中でですね、ワンマンライブあり、そこから岡山でインストアライブ、さらに札幌、仙台、そして大阪、福岡とインストアを巡ってきたわけですけれども、まだねちょっと、日にちが空いて栃木、そして熊本とインストアライブはありますけれども、ラジオ出演などの、こうねギフトを広める布教活動に関しては一旦落ち着くわけですけれども、ね、インストはいろんなところでやらせてもらって、こう、まあ、短いね間の何日かとか1週間2週間とか経つ中でギフトをすでにずっと聞いてくれてる皆さんがいてですね、ね、やっぱり音楽って生で聞くのが一番いいなって感じてもらったと思うんですよね。曲をね、CD で聴いてもらうのがまずあって、こんな曲なんだ、あいいなって思ってもらったものを生で聴いてもらうことでより伝わるものがあったり、より楽しいものがあったりしたと思います。で、これからも KG はねライブで皆さんの笑顔を見れるようにいい曲を作って、そしてライブで伝えるようにという、風にやっていきたいと思うので、ぜひライブに遊びに来てもらいたいなと思いますね。で、またね今回大阪と福岡、先週末やりましたけど、いやー楽しかったな。まあもともとねこう西の方で受け入れてもらってるというのがずっとあってですね、その上での大阪と福岡だったわけですけれども、大阪はねファーストステージ2曲目を歌ってる時にもうステージ上から水戸勝之を見つけましてどうやら水戸くんがね当日ブログにも書きましたけど、夜、ライブハウスでライブがあるということで、その前にわざわざ見に来てくれたんですよね。で、このインストアでは毎回バリトゥードも歌ってますけど、まさかあんな明るい、日の当たる中バーリトゥードを腰振りながら歌ってると歌うと思わなかったらしくてびっくりしたって言ってましたねでもね大阪の人たちをですね、もともと KG を聴こうと駆けつけてくれた人はもちろんなんですけど、そうじゃない人たちも、バーリトゥードだったり高顔無地の音でこう集まってきてくれてた感じがありましたね。なんか大阪の人にはハマる曲調だったのかなという感じですけれども、で、大阪で本当に素敵な時間を過ごさせてもらって福岡に移動して、こちらもね本当に良かったですね。なんだろうな、まあいつも福岡はねプライベートでも来るぐらい大事な仲間がいる場所で、本当に今すぐにでも住めと言われても大丈夫な場所なんですけど、そこでやっぱりこの自分の大好きなアルバムリリース後の初インストアライブということで、ね、キャナルシティという大きなところでやらせてもらいましたけれども、いやー楽しかった、もう半端なく楽しかったですね。なんだろうな、みんな優しいんだよな。ちょっとねまた続き CM の後喋ります。Always with you, Radio KG。 あなたがいるから、たとえ離れてても会えない時だって立ち止まるのはもうやめて、KG ニューアルバム「ギフト」5月13日発売。でその福岡のインストライブですよ。楽しかったな。もうずっとね雨予報だったわけですよ。
日曜日はね、5月31日は雨予報で、いやーこうね、半屋外みたいな状態なので、雨降らないでほしいなと思ってたんですけど、前日前々日ぐらいかな、前日かな、雨予報から完全に晴れマークのみに変わりまして、実際ね当日ももうものすごいいい天気で、ファーストステージ一部では、俺にさんさんと太陽が、あたりですね、太陽に照りつけられながら歌い、そして、2部の2回目のステージでは今度、ね、見に来てくれたみんなに、ちょうどこう少し傾いてきた日が直射日光で当たる感じで痛み分けというですね、お互いに太陽にやられながらでしたけど、いや楽しかったですね。あの一緒に歌ってくれてる人たちもいたし、やっぱりあのバーリトゥードだったり高顔無知っていう曲はね、あの刑事を知ってようと、その曲を知ってようと知ってなかろうと、一緒にこうみんなが楽しめる曲なんだなっていうのを改めて感じましたね。あのもともとね、特に高顔無知はライブのこともすごく考えて作った曲なので、みんなと一緒に手拍子したりみんなに歌ってもらったりっていうところでね、もうね参りましたね、やっぱりね、まあ、日本全国の中で福岡が一番ライブを今まででもやってるわけですよね。だからね、やっぱり帰ってきた感じがすごくありましたね。地元でなんかこう、ライブをやってる感じですね。地元に帰ってきましたっていう感じのライブでしたけども、ね、今回インストアいろいろ巡ってすごく思ったのは、大人が増えてくれたなと、まあ、前からワンマンの時にも言いましたけど、インストアでもね大人が増えてくれたなっていう、こう音楽をね、本当の意味で愛する、本当に愛する人たちが、増えてくれたなというのがすごく嬉しいですね。今の時代ね、ネットだったり YouTube だったりで、まあ、当たり前のように別に音楽買わなくても聴けちゃう時代ですけれども、まあ、それがあの、ね、違法のものだったりもすることもあるわけですよ。でもまあそれをみんな普通に聞く中で、やっぱりね大人の世代ってね、そこで音楽に触れてないから、元がね、少ないお小遣いの中から自分で CD を買って楽しむ。だからやっぱりこう音楽に対して愛が深い人が多いんですよね。だから嬉しいですね、自分みたいなね、若造の歌で泣いてくれる大人の人たちがいるというのはもう本当に嬉しかったですね。で、キャナルではね、そのインスタイベントみたいなのがもう毎日毎週末で行われてるわけですよ、土日とね。今までも何十組何百組と歌ってきてると思うんですけど、こう福岡が地元の73歳だったかなのおばあちゃんと、その娘さん40代50代ぐらいですかねが2人で来てくれて、インスタ、CD を買って、まあ、サイン会に並んでくれて、で言ってくれたんですけど、今まで何回もねここでいろんなイベントやってるから、そのためにちょこちょこ見てるけど、初めて今日 CD 買うって、買いましたって言ってくれたんですよね。なんかね嬉しかったな。うん。でキャナルでのインストアは1回目はね、もともと駆けつけてくれたみんながサイン会に並んでくれて、2回目は KG は知ってたし曲も何個か知ってたけど、初めて生で聴いて、で良かったから CD 買いましたっていう人がたくさんいて、満たされましたね。インストアライブ、あと宇都宮のワンダーグーと熊本残ってますけど、ぜひまだ見に来てない方は遊びに来てください。でね、ちょっとね一つね、ちょっと言いたいことがあってね、ちょっと悲しいことがあったんですよ。まあ、インスタでサイン会でね、みんなに対応してて、でサイン会ってこう来たことある人は分かると思うんですけど、長机みたいなねテーブルがあって、で俺立っててこう端の方にタオルを置いてるわけですよ、汗がね出たら拭けるように。そしたらね、キャナルの2回目かな、サイン終わった時にね、タオルなくなってたんです。多分持ってったんだよね誰かがね。でなんとなく誰かが持ってったかはなんとなくちょっと感づいたんですけど、でもたくさん人がいる中でね、それをマイクを使って言うのはどうだろうということで、まあ、レディオ KG で言わせてもらいますけど、嬉しいです。そうやって使ったねタオルを欲しいなと思ってもらうのは嬉しいけど、やってることは窃盗と変わらないんだよね。お店の商品を取ってるのと一緒です。俺の
ステージ用のタオルを取っちゃったってことはなくなったってことだからね。他の人はみんな買ってくれてるタオルを。なんか悲しかったですね。 KG の曲を聴いて CD を買う人がそういうことをするのがちょっと悲しかったですね。なのでもしね、ちょっとその時のねにこうふとね欲しいなと思ってしまって撮っていた人がいるのであれば、まあいつかね返してもらえたら嬉しいなと思いますね。それはタオルを取ったタオルを返してくれということじゃなくて、人としてねそういう人に出会ってほしくないなと思うので、ね、商品として値段があるものじゃないですよ。俺が使ってたタオルだから、もちろんね、そのおかげで汗も拭けなくなっちゃったし、あ、ファーストステージの後だな。そうですね、ファーストステージの後に撮ってた人がいて残念でした。なのでね、人のことを思いやれないような人にはなってほしくないなと。特に、俺の歌に反応してくれる人にはそういう人であってほしくないなと思いますね。それはもう紅顔持ちという曲をやってますけれども、そこにの歌詞に出てくる人とは違うけど同じです。紅顔無知な人です。面の皮の厚い恥知らずな人、自分のことしか考えない人です。だからぜひ怒らないからね、ありがとうって思うので、もし分かっちゃったんで申し訳ないなと思ったら持ってきてくれたらすごく嬉しいです。別にタオルなんてねいくらでも作れるしいいんですけど、気持ちの問題ね、ハートの問題です。ぜひぜひごめんなさいの一言とともにタオル持ってきてごらん。別にそこで説教したりとかはしないです。ただただ悲しかったということを皆さんに伝えたくて。でもね、あれだけ人がいる中でマイクで言っちゃうとちょっとね晒し物にしてしまうと思ったので、それは言うかどうか迷ったんですけど、ちょっとさそこでは言うのはやめようというふうに俺の判断でしましたが、ぜひ間違ったことをしたら謝れる人になっておください。人であってほしいな、特に KG を応援してると言ってくれる人であれば、ね、聞いてくれるファンの人はアーティストの鏡というふうによく言うんですけど、俺が絶対しないことをやるってことはもう鏡ではないですからね、聞いてもらわなくてもいいかなって思っちゃうので、人として間違ったことをやってる人には、極端な話を言うとね。だからもうそこで間違いは人間誰でもやる犯すから、ぜひすいませんでしたごめんなさいってタオル持ってきてもらえればそれでいいですね。ぜひ、なんか俺の歌結局伝わってなかったのかなってちょっと思っちゃったので、ちょっとだけ悲しかったです。いや、だいぶ悲しかったですね。なんか KG のファンにはちゃんとした人のことを思いやれる人たちでいてほしいなというお話でした。本当はここでねちょっとね曲聴いてもらいたかったんだけどね、ちょっとね話長くなっちゃったので、あ、曲じゃないや、曲について喋りたかったんだけど話長くなっちゃったので、とりあえずまた後半ね喋りますけれども、そうだな、アルバムの中の収録されてる曲まだ流してない曲があるので、ね、ワンコーラスのみですけれども聴いてもらいたいなと思います。ということでニューアルバムギフトから聴いてもらおうかな、この曲を。自分の人生いろんなことあるけど大丈夫だから聴いてください。いつの日か I believe myself。I believe in myself。 閉じ込めた痛みが少しずつ溢れ出して忘れた思いに心が引き裂かれそう。上辺の付き合いを拒んで孤独に
に追い立てられてるようで、自分が存在する意味と証を見つけるそのためにもがき続ける。 Oh Wherever I am、 いつの日か握りしめた拳を、ほどく日が来ることを信じて、誰かを優しく強く抱きしめられるようになれると、 I believe myself. Always with you, Radio KG。KG ニューアルバムギフト5月13日発売。さあさあ、まだ続いておりますよ、 Radio KG ということで、いつの日か I Believe Myself を聴いていただきました。この曲はね、もうね、曲を作ってる段階でアルバムの最後に入れようということを決めてました。だからね、アルバムの曲順って、まあ、全部で揃ってから決めるんですけど、一番初めに曲順が決まった、曲であったりするんですけど、まあ俺自身もそうですけど、 KG の歌に反応する人っていうのはこうどこかね、常にこう頑張って歯を食いしばって、拳を握ってね、どんな状況でも前に進んでいこうというふうにしてて、気づいたらもうボロボロで実は動けなかったりっていうようなことが多いと思うんですね、そういう人たちが。で、自分自身がそうなので、まだまだ俺もね、歯を食いしばりながら走り続けてる最中ですけれども、このまあ走り続けて歯を食いしばってね、拳を握ってる自分がいつかね、さらにこう人としてでかくなれた時に、この踏ん張っていたこう力が抜けてね、自分と同じような歯を食いしばりながら歩いてる、走ってる人たちを抱きしめてあげられるように、なれたらな、なりたいな、で今そういう風に自分のことで精一杯な人もそういう風になれるんだよっていう、そういう思いを込めて、作った曲です。頑張れというテンションというよりは、どんだけ苦労して大変でも最終的に自分がこう見据えてる未来につながっていくんだよという思いを、メッセージを込めた曲でもあるので、自分に対して、そして自分のように、人に甘えるのが苦手で、頑張っちゃう人たちに対しての応援歌だったりしますね。自分に対してっていうのは結構でかいかもしれないけど、 KG の曲でね、反応する人たちは似たタイプが多いと思うので、皆さんにとっても同じような、曲になってたら嬉しいなと思いますね。で、今これでこのね、レディオ KG ではアルバムのこう収録曲全部聴いてもらったわけですけど、もちろんね、アルバムみんなゲットしてくれてますよね。レディオ KG 聴いてるぐらいだからね、それぞれの好きな曲もたくさんメッセージいただいていてですね、ちょっとね、今週ね、紹介できるかわからないんですけど、しっかりと番組でも取り上げさせていただきます。でね、今回インストでいろんなところ回りましたけど、ちょいちょいね、レディオ KG 毎週楽しみにしてますというふうに言ってくれる人たちがいて、めちゃめちゃ嬉しいですどれだけの人がどういう思いで、どこでどんなシチュエーションで聞いてるかっていうのがいまいち分かんなかったりするので、毎週聞いてますというのは
本当に嬉しいですね。このね、自分はまあ歌を歌う人間で曲を作ったりね、歌を歌ってみんなのエネルギーになれればいいなと思ってるのがまず第一なんですけど、その音楽でみんなのエネルギーになるだけじゃなくて、ちょっとでもそれにプラスアルファで何かしら笑顔になれたりね、よし頑張ろうって思ったりしてもらえるような何かがないかなということを常に思っていて、まあ、レディオ KG 去年の12月ぐらいですかね、始めたのがね、半年、ちょうど半年ぐらいかな、やってきているわけですけど、本当にちょっとでもいいからね、この一人でダラダラと喋ってるわけですよ。もうね、突然急に悲しいよ、悲しいですって言ったりね、めちゃめちゃ笑ってたりねもう忙しい人がね、ずっと喋ってるみたいな、感情が忙しいみたいなねそうだけど、なんかこれが少しでもみんなのエネルギーになってたら嬉しいなと思います。で、今回キャンペーンでね、いろんな地方でいろんなラジオだったりテレビだったりでね、いろんな人たちとその度にお話をさせてもらうんですけど、まあ、喋ることですごく元気をもらってね、エネルギーをもらってき、たので、もともとラジオっ子っていうこともありますけど、このレディオ KG がみんなにとってもなんか毎日のこうなんか元気につながってってくれたら、自分の音楽だけじゃなくてね、そしたらすごく嬉しいなと思ってます。で、そういえばね、先週ね、アルバム収録曲スターの、リリックビデオが先週の時点でね、翌日のお昼の12時に公開されますので、ぜひチェックしてくださいって、言ってたんですけど、いろんなね、ちょっともろもろうまくいかないというかですね、こういろいろ詰めていく上でなんだか時間がかかってしまいまして、まあ、皆さんもね、ギフトをアルバムで聴いていただいているので、特に全然上がんないんだけどってい いう声はなかったので、本当にありがとうございます。辛抱強く待っていただいて本当にありがとうございます。どうやら明日公開予定になるみたいなので、お知らせをね、オフィシャルホームページ、オフィシャルフェイスブックかページだったりをチェックしながら、楽しみに待っていただきたいんですけど、今回のねものは母へだったりバーリトゥードのようなミュージックビデオというよりは、本当に、リリックビデオで、こう映像がすごくいっぱい動くわけじゃなくて、でもこうスターという曲の歌詞だったり思いがスッと入ってくるような、シンプルな作りになっているので、ぜひスターのショートバージョンリリックビデオもチェックしてもらえればなと思います。明日ですよね、明日、どこかしらにアップされますすいませんね、情報がぼやーっとしておりますけれども、まあね、アルバムの感想も続々どん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 いただいてます。でちょっとね、今週さっきのね、その気づいたらタオル取られてる事件のおかげでですね、その悲しみを皆さんに伝えたいがためにメッセージ読む時間なくなっちゃってごめん、マジでごめん。ただメッセージどん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 まだまだ募集してます。感想だったりインストアの感想だったり何でもいいです。どん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 オフィシャルフェイスブックページに送ってもらえたら嬉しいなと思います。で、メッセージを送ってもらう場合にはラジオネームをお忘れなくお書きくださいね。リリースから3週間経ってますけれども、ニューアルバムギフト好評発売中です。どん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 周りに広めてください。で、先週の土曜日から KG ワンマンライブツアー2015のオフィシャルホームページ先行抽選予約もスタートしてますので、もうすでにアルバムをゲットしてくれた人はね、超先行予約してもらってると思いますけれども、ぜひまだの人はオフィシャルホームページ限定先行予約、抽選予約かスタートしてますので、こちらもお申し込みいただければなと思います。まだね、半年以上先ですけども、すでに予約結構いただいてるみたいで、もう予約してくれた皆さんありがとうございます。もうね、ワンマンライブは損させないから、音楽はもちろんですけども、空気だったりね、おしゃべりだったり全てで皆さんを笑顔できるようにということで、札幌、仙台、大阪、名古屋、福岡、熊本、東京と全7カ所もありますので、まだ来たことがないという人はもうぜひ遊びに来てもらいたい。で、今回インストアもありましたけど、いろんなところ、そこで初めて KG のライブ見てよかったという人はワンマンライブに来てください。もっといいから
あともっといっぱい KG だからね、1時間半から2時間とかね、 KG 満載の、時間なので、もうすでにワンマンライブに来たことある人は結構お申し込みいただいてるみたいなので、まだまだ1回行ったけど今回まだ申し込んでないという人はもちろん来てほしいですし、まだ1回もワンマンライブは行ったことないという人は もちろん来てほしいね。友達誘って、こんな人いるんだよということで友達誘ってきてもらえると、こういう歌を歌う人がいるんだというふうにね、知ってもらえるきっかけにもなるので、ぜひ友達だったり家族だったり恋人だったり、いろんな人を誘ってライブに、遊びに来てください。とりあえず来週はね、インストアとかないですけれども、再来週かな、栃木県の宇都宮にあるワンダーグ宇都宮店でインストアライブ、そして6月21、20かが熊本で、21日には福岡でライブもあったりしますので、ぜひお近くの方はいろいろと時間を合わせていただいて、友達と一緒に来ていただいて、そしていただきましたということで、ね、また楽しい時間をみんなと一緒に過ごすのを楽しみに、楽しみに、本当に楽しみに待ってます。いやー、アルバムギフト自分でもまだまだ聞き足りないぐらい聞きまくってます。今までのアルバムの中で一番自分が作り終わった後に聴いてる作品がこのギフトです。多くの人に届くことを願いつつ、いろいろキャンペーン、インスタ回らせてもらいました。その中で出会ったたくさんの笑顔にありがとうございます。本当にありがとう。もうね、いっぱいエネルギーもらったわ。なんで俺が歌を歌ってるかっていうと、聴いてくれるみんながいるからですね。別に自分の好きなように、どっか田舎でね、一人で自分の好きなように自分で聴くためだけに曲を作ってってもいいかもしれない。でもそうじゃないんですよね。俺にとっての歌っていうのは、音楽への感謝の気持ちがまずあって、そして俺の歌で喜んでくれる、エネルギーにしてくれる、そういう人たち皆さんがいてくれるからこその KG というプロジェクトがあって、そこで俺が本当に全身全霊で曲を作って歌を歌えるという風になってます。なのでね、いろんなルールがあったりとかね、ライブ中ルールがあったりとか、いろんな人としてのマナーとか、俺もすごく、さっきタオルのことでも言いましたけど、説教臭いこともあると思います。でもなんか自分の歌を聴く皆さんには、人としても素敵に成長してってもらいたいなと思いますのでね、KG と一緒に成長していきましょうね。で、ニューアルバムギフトを聴いてもらって、これからもライブどんどん遊びに来てください。ライブに来れない間はニューアルバムギフトをしっかり聴いてくださいということで、今週はこの辺でお別れです。 KG でした。またね、バイバイ。 Always with you, Radio KG.